こんにちは。野菜を美味しく食べるための動画、朝倉チャンネルです。今日はパスタを作るんですが、時間がない時や手間をかけられない時に超便利な作り方です。一番の見どころはパスタを茹でないということ。コンロ一つあればできるというところです。通常パスタをお湯で茹でて別鍋で用意したソースと合わせて作りますが、今日は鍋一つで完結する作り方です。これは災害の時になるべく火力を使わないでパスタを茹でられないか考案したものです。久しぶりに作ってみました。非常時はもちろん、一人暮らしで自炊する方、時間をかけられない時に覚えておくととても役立ちます。今日は玉ねぎ、しめじ、ベーコン、豆乳を使いますが、いろいろな具材、調味料を変えて無限にアレンジが可能です。ショートパスタですと作りやすいですが、ロングパスタも鍋の大きさに合わせて折って同じように作ることができます。それでは茹でないクリームパスタ、ご覧ください。材料です。古代麦、ファッロのジェメリ、水、玉ねぎ、しめじ、ブロッコリー、ベーコン、豆乳または牛乳か生クリーム、朝倉オリーブオイル、わら1本、お好みでパルミジャーノ、レッジャーノチーズ、コンチェントラートデルマーレ、お塩です。それでは料理作っていきます。今日使うパスタはですね、最近入荷して、おります古代麦ファッロのジェメリというパスタです。このパスタは、ジェメリと言いまして、双子というイタリア語の意味なんですけども、見てください、麺の表面がザラザラしてますけれども、このように鱗状になっているのをルビダとイタリア語で言うんですが、低温乾燥だからこそこれしっかりきれいにザラザラ加減が見えるんです。で、低温乾燥ですので食べると消化に良くて、食後感がすっきりとしていて、味ももちろん粉の味がしっかりして美味しいです。これを使っていきたいと思います。で、今日は1人前を作ります。玉ねぎ大体小さいのを半個分作ります、切ります。大体5ミリ程度に縦に切ってください。次にしめじなんですが、で、食べられない部分を除いて、そして、ほぐして、で、ちょっと大きいものがあれば裂いてください。このように裂くと味がより出やすくなります。ブロッコリーはそうですね、食べやすい大きさに切っておきます。そしてベーコン、これはなく入れなくてもいいです。大体5ミリぐらいの幅に切ります。はい、切れました。そうしましたら、このジェメリを、今日は一人分なんで、ちょっと多いぐらいの一人分、60グラム量ってあります。これをまず鍋に入れます。この鍋はですね、しっかり蓋が、できるものがふさわしいです。水を入れます。で、大体パスタとお水の量が大体同じぐらいのひたひた加減に入れてください。で、野菜から水が結構出ますので、この程度でいいんですが、お鍋にも寄ってしまうんで、ちょっと怖い方はちょっと多めに入れてもいいです。そうしましたら、野菜を上から入れます。しめじも入れます。ブロッコリーの硬いところも入れます。で、ベーコンも入れます。ブロッコリーはちょっと飾りというか彩りにしたいので後から入れます。はい、入りましたね。そうしましたら、ここで少しコンチェントラートデルマーレ、この旨味を引き出すために塩も入れます。大体小さじ4分の1ぐらいでしょうかね、入れます。そしてこれをですね、ちょっと全体に合わせます。で、なぜかというと、ここでパスタくっつきやすいんですね。くっつきにくくするためにお水を少しまんべんなく
あの麺に絡めるような感じでかき混ぜます。そうしましたら蓋をして、そして中火にかけます。中火は鍋の底に火がつくかつかないぐらいで、はい、沸騰してきましたよ。こんな感じになってますね。今日はお水を 150cc 入れたんです。でこの水で煮ていくんですね。この野菜からもかなり水が出るんで十分だと思います。このぐらいまで沸騰したら蓋をしてタイマーをかけてください。約8分弱火で煮ていきます。途中開けてみますね。あ、お水まだありますね。最後お水なくなるようでもいいぐらいなんです。もし途中でお水なくなってきてしまったら水足していただいて大丈夫です。まだですね、あと3分ぐらいありますので麺の方にもうちょっと火を入れていきます。8分経ちました。見てみますね。はい、いい感じです。水もまだ残ってますね。でこのブロッコリーも入れて、ブロッコリーは2分煮ればもう火が通ります。こちらにちょっと食べてみますね。あと1分って感じですね。火を通していきます。1分ほど経ったんでこちらに豆乳を入れてクリーム味にします。とろみもつきますね。最後にもう少し煮ていきます。はい、1分ほど煮ました。こんな感じですね。じゃあこれをですね盛り付けます。ちょっと多めの1人分っていう感じですね。今日はパスタ60、あ、ちょうどいいのか、 60g、 こんな感じでしょうか。はい、でこちらに最後にバラ1本を少しかけます。茹でないクリームパスタ出来上がりました。それでは試食します。ちょっと見た目では茹でてないパスタとは思えないですよね。いい感じですね。麺の方味見てみます。麺に汁が全部染みてて旨味が広がって、茹でたのとは全く違う仕上がりですね。具材の方食べてみますね。あ、ベーコン1枚入りましたけど、ちょうどいい旨味のバランスです。で塩分も小さじ4分の5程度入れましたけど、ちょうどいい感じですね。もし物足りなかったらパルミジャーノレッジャーノをかけたらより美味しくなると思います。これはですね、耐熱皿に2つに分けて入れまして、上からパン粉を振ってわら1本上からかけて、魚焼きグリルで焦げ目がつくまで焼いただけです。チーズを振ったり、溶けるチーズを全面にかけたり、グラタン風にすることもできます。いろんなアレンジ楽しそうですね。今日も朝倉チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。